文春のあのコラムで、その党紀委員長相沢一郎当選12回の重鎮無派閥だけど閣僚経験一度もない、そうすると父もいずれも入閣しない、政治家だけ入閣しない、なぜ入閣しないのか。文春は2019年8月相沢氏が売春防止法違反で摘発されたこともある違法デリヘルに頻繁、違法デリヘルを頻繁に利用するヘビーユーザーだとスクープそうそうそう、そのデリヘルでは乳首というあだ名で呼ばれるほど乳首攻めが好きだと報じた、はい、これでもうその入閣するとね必ず話題になるからっていう、あの高木パンツ大臣もそうじゃないですか、総理候補になったらもう絶対それが、まあ、総理にならないけど、でも今でもパンツ大臣パンツ大臣って言われてるけどそう、はい、あそこまで復活してるのが大したもんじゃない、すごいですよ、普通できないよ、はい、実力者ですよ、そう、はい、一応五人衆の一人になってるからそうそうそう実力者です、そうなんだよ、はいいやまあそれが話題になるから出てくる。しかし裏金議員を裁くね党紀委員長が風俗違法風俗好きの議員とは笑い話にもならないが、政治部デスクは相沢氏は安倍派処分に並々ならぬ意欲を示している、とにかく相沢氏が周囲に安倍政権で安倍批判を繰り返していた、2018年の総裁選では石破の支持を打ち出した議員に安倍氏側近が放送だと脅かしたケースを挙げ、安倍政権は本来の自民党のあり方はないと憤った。桜の会についても会議5000円でもそれ以上の費用がかかっていたら公職選挙法違反と公然と批判していた。だからまあ安倍派に厳しく当たるんですかね、この後期委員長が、後期委員長になったばかりにまた乳首事件蒸し返されちゃって、はい、大変ですよ。これがなかったら忘れてましたけどね、僕もね、はい、忘れてました、忘れてる、ぶり返しましたこれ全然忘れてるよ、あとはですね、新潮の129ページ山本モナ、思い出します、モナ思い出しましたね、はい、山本モナちゃん、そうですね、細野豪志と仁岡、うん、それから仁岡と、はい、二度にもわたる禁断の大騒ぎ週刊誌にすっぱ抜かれた、はい、確かにあの頃はすごかったですね、うん、はい、でも無事結婚して子供も、うん、3人産んでですね、はい、今その弁護士の勉強してる、うん、弁護士になるための、はい、早稲田大学法科大学院の奇襲コースに通ってると、はい、今年の7月に司法試験を受けるんですけど、はい、弁護士になるように頑張ります、うん、偉いね、女は強いよな、すごいですね、うん、出てこないでくれって細野さんは思ってるでしょうね、うね出るたびに必ずモナオって言われてますからね、そうだよな、はい、モナオって毎回言われるっていう、うん、だから山本モナがこうやってニュースになるとやめてくれよという状況でしょうね、でもあの人なんかも優秀な人なんだけど、そうです、まあなんていうか政治家としては、はい、運が悪いというか、はい、二階派に行ったら二階派もこういうことになったし、まあ、二階派しか行くことはなかったわけだけど、はい、まあそうですね、うん、ちょっと頑張ってほしいですけどね、まあそうだね、そういう意味ではそのなんていうかそれなりの能力ある政治家なんだよ、それは。そうですね、うん、やっぱあの男前って強いらしくてですね、うん、地元でやっぱ演説すると、うん、おばちゃんがブワーって来るらしいですよ、そうなんだ、うん、やっぱ男前は強いっていうだから静岡から本当は出りゃいいんだけど、はい、あの静岡出られないんだよ、はい、なんかね、いろんな制約があって、ね、はい、加藤愛子がどうしようもねえと、一応少子化賞なんだけど、はい、うん、あ全然ね、うん、答弁ができねえ、はい、野党議員からの質問に、と目を泳がせながらしどろもどろの答弁を連発、勉強不足が明らかで、その姿は SNS でも批判にさらされていますと、うん、なんでもそういう大事に能力がないんですね、ないのに多分、ね、しちゃうのが岸田さんのあれだよね、うん、そうですね、ここにも書かれてるけど女性をとにかく、うん、入れると決めてたから、うん、でいないから順番に行くと、うん、加藤愛子になってたと、なってんだよな、いう感じっぽいですよ ね野党におもちゃにされてるってのはちょっとまずいですよね、うん、そういう向いてないんですよね、向いてないよね、はい、親父はまだね、はい、それなりの政治家だったと思うんだけど、はい、親父を近くで見てた割にはダメですよね、うん、そうですね、はっきり言ってね、親父は能力はあったけどダメな方向でしたからね美中派の美中派、はい、これは週刊誌ではやってないけど文春がずっとやってきた宝塚は全面降伏しちゃいました、ね、そうですね、うん、あれは正しかったです ね、 そうですね、本当に、でもまあなんだっけ、そのアイロンを当てた
彼なんかはまだ謝罪文出してないって書いてありましたけどね、はい、まあそれは遅れたとか言ってたけどな、これでも文春が偉かったですよね。まあそうですよね、はい、そこまでね、宝塚に対しては、うん、あの噂は周りはみんな知ってたのに、やっぱりどこも報じてなかったわけですよ、うん、あれだけでかい組織、うん、出入りしてる人とか、ファンクラブもみんな知ってたらしいんですよね、はい、そんなところを今年はなんかあの受験者少なかったらしいね、受験生が、やっぱりさすがにね、はい、親が止めるでしょ、あんだけ報じられちゃったら、はいはいはい、娘がいくら行きたいと言ってもな、はい、うん、逆にチャンスだったと思います、ね、あ、まあそれもあるけど、ね、相当緩くなってたと思います、受かりやすい上にそうそう、もう人生そこにかけて何年も受けてた人いるじゃないですか、あ、まあそうだね、1年2年浪人して、うん、あの人たちが今年入れたんじゃないですか、うん、しかも、ああそうか、そう、なるほどねで中に入ってちょっと緩いし、うんうん、あのね、ぴったりだ、逆にな、 それはいいわけだな、ぴったりだった、うん、なるほど、理想の宝塚になった、あ、そうか、うん、文春がしつこくやった意味はありましたね、そうですね、うん。